はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝原直樹です。今日は中1英語聞き流し、都市や町に、あるものというね、そういうものを、やっていきましょう。さあ、今日も10個です。これね、自然じゃないね。都市、これがテーマです。さあ、まず都市、シティって言いますね。町、タウンね。もうちょっとちっちゃいと町ね。建物、さあ、ビルディング。自転車、バイク。自動車、カー。バス。タクシー。さあ、駅、ステーション。電車、トレイン。教会、チェーチ。ね、宗教団体なんかもね、結構町にはありますけど。さあ、じゃあゆっくり読んでみましょう。都市、シティ。もう一度、シティ。町、タウン。もう一度、タウン。建物、ビルディング。もう一度、ビルディング。自転車、バイク。自動車、カー。もう一度、カー。よく街にはね、カラスがいてね、カーって言ってますけど、あれね、車って呼んでるわけです。バス。もう一度、バス。タクシー。もう一度、タクシー。駅、ステーション。もう一度、ステーション。電車、トレイン。もう一度、トレイン。さあ、最後です。教会、Church。 もう一度、Church。 ね、さあ、最後一回ずつね、流していきましょう。都市、 City。 町、 Town。 建物、 Building。 自転車、 Bike。 自動車、 Car。 バス、 Bus。 タクシー、Taxi。 駅、 Station。 電車、 Train。 教会、 Church。 今日はね、都市にあるものっていうね、テーマでやりました。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。